皆さんこんにちは、サブチャンネルへようこそ。こちらのサブチャンネルでは、普段私が日常の中で出会ったもの、面白かったもの、気づいたものなど、いろんなジャンルを扱っていきたいと思っております。おまけのチャンネルです。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はですね、先日川口港音楽と森の美術館というところで手回しオルガンの演奏をさせていただいたんですけども、そちらの方にね、たくさんの方が足を運んでくださいました。で、演奏してる間とかでこう、いつも YouTube 見てますよとか、 YouTube 見て来ましたっていう人も結構いてくださって、とても嬉しかったです。ありがとうございます。そしてその中で差し入れをくださった皆さんがいて、とても嬉しかったです。ありがとうございます。で、今日はちょっとそれをいくつか紹介しようかなと思います。本当はいただいたものすべて紹介したかったんですけど、食べ物とかはもう食べちゃったものがあったりして、紹介できないものがあるんですが、まだ食べてないものもあるので、そういうのも紹介していこうと思います。まず一つ目がもう食べちゃったものなんですが、写真で紹介しましょう。多分この辺出てるのかな、卵ボーロの大きいやつ、はい、それをいただきました。皆さん卵ボーロって知ってますか？僕もちっちゃい頃に好きだったんですけど、普通の多分卵ボーロってすごくちっちゃくて、このくらいのちっちゃいサイズでこういっぱい入ってて、多分子供の時に食べたような優しい甘い味がするやつなんですが、この写真で載ってるやつはこの手のひらぐらいのボン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 っていう大きさのものでした。味は卵ボールなんだけど、もうちょっとこうカステラっぽい感じ、パンみたいな感じでした。美味しかったです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。で、次にいただいたものがこちらですね。お花ですね。ありがとうございます。そう、こちらの方もずっとこう手回しオルガン大好きな方で、いつも見てくださってるみたいで、ありがとうございました。で、こちらのお花は枯れない仕様になっておりまして、とても可愛くてカラフルなお花なので、お部屋のどちらかに飾らせていただこうと思います。ありがとうございます。ひとまずここに置かせていただきます。そして次に紹介するのが、はい、こちらです。ちびまる子ちゃんの絵が描いてありますが、これはお菓子ですね。ちびまる子ちゃんのアマンド娘っていうのかな、はい、こちらもいただきました。しかしこちらは、箱はあるんですけども、中身の方はもう全部食べちゃってしまったので、中身はありません。すいません。本当はこれも紹介できたらよかったんですけど、とても美味しいお菓子でした。ありがとうございます。まあ、こういうね、お菓子を食べながら先日のしゃぶチャンネルの動画とか動画編集をしております。ありがとうございます。そしてこちらの方からもう一ついただいたものがあって、はい、じゃじゃん。こちらも、食べ物なんですが、はい、皆さん安心してくださいね。こちらの方はなんとまだ食べていません。しかもこんなにたくさん入っているのに1個ぐらいいいやってちょっと思った自分もいるけど、1個も食べてません。うん、頑張ったまあ今朝ね、この動画を撮る前に、まあ、1個ぐらいだったら食べても大丈夫かなと思ったんだけど、いやいやいや、これは動画をちゃんと撮ってから食べようと思って我慢しました。はい、で、こちらは、茶の葉フリアンって書いてありますね。まあ、ちょっとフリアンって何なんだろうっていう感じですが、まあ、パッと見たところ、あれフィナンシェみたいな感じなのかなと思いつつ、まあ、せっかくなので最初の一口目を動画にしようかなと思って撮ってます。タコマンっていう お菓子屋さんなのかな、多分。はい、じゃあいただきたいと思います。ありがとうございます。いや、こういうのもね、一回開けちゃうとさ、こうやって個別包装になってるんだけど、これ僕だけかもしれないんですけど、これ8個入りなんですね。でもこう個別包装してあるけど、こうなんていうの、これはもう1個開けたら食べきらないとダメじゃないですか。でもそれと同じような感覚で、もう箱を開けてしまったら、なんかこの中のものを全部食べきらないといけないような気持ちになってしまうんですよね。もう今こうやって状態で1個食べちゃったじゃないですか。そうすると残り7個をなんか残してるような気持ちになっちゃうんですよね。なのでこう結構多分今日中に消えてしまうと思いますが、はいそういう感覚って他の人ないのかな。あ、そして細かいんですけど、僕結構細かいんですよね、性格がね。こう見えますか今このどうでもいいと思われそう。でもこれサブチャンネルとかに許して、こっち切り口って書いてあるじゃないですか。逆から開けちゃったぜ。どうでもいいかもしれない。いただきます。これは中にこんな感じになってますね。なるほど。多分この真ん中のここの部分がお茶っ葉なのかな。
見えますかね。 GoPro の映像なのでどこまで綺麗に撮れてあるか、この中心のところに多分お茶っ葉がかかってるんだと思います。いつもねこういうの食べるときコーヒーか紅茶入れるんですけど、もう早く食べたくてコーヒー入れるの忘れちゃいました。いただきます。うん、なるほど、まあ美味しいまあ普通だな、あの普通だなって僕が感想がね、味が普通だなって意味じゃないよ。で、まあ、普段はこんなお上品にこう小さい一口のわけないですよ。もっとこう多分二口ぐらいでパクパクって食べちゃいますけど、今は一品食べちゃうと喋れなくなっちゃうからちょっとだけかじりました。で、あの肝心のお茶っ葉の方まで行ってないのでちょっと待ってね。ちょっと待って、まだお茶っ葉に行き着かない。まだ行き着いてないよ。でも今一瞬ちょっとだけかじったんだけど、あのアンパンの真ん中にあの桜のちょっと酸っぱいような味のするやつ、わかりますか？アンパンとかの真ん中についてるあの桜の花びらとかの、ああいう梅じゃないけど、ああいう感じな感じがした。でも本当かどうかわからない。うん、今僕の言ったことはなかったことにしてください。全然関係なかった、そんな気がしただけでした。なるほど、ちょっと食べかけでですけど、この真ん中のところはやっぱりお茶っ葉ですね。なのでこう周りのこちらの洋菓子のところは多分皆さんが想像されている多分フィナンシェとかそういう感じですかね。ちょっと名前違ったらごめんなさい。こういうなんかマドレーヌとかそういうフィナンシェだって言った気がしますけど、こういう系のお菓子です。しっとりしてて、でこの真ん中のところにお茶の味が入っております。ごちそうさまでした。皆さんこういうお菓子食べた後のこういう袋ってどうしますか？結構人によって違いますよね。もうそのままこう食べてポイってする人もいれば、僕は結構こうやってなんでかちっちゃくしちゃうんですよね。こうなんか結んでちっちゃく畳んじゃう癖があるんですが、同じような人がいたら嬉しいです。はい、というわけで今日の動画は以上になります。今日は、お客様からいただいた差し入れのプレゼントをご紹介しようかなと思って動画にしました。やっぱりねこういうのって僕もやっぱりこう、まあ、全部動画にできるわけではなかったりするんですけど、やっぱりこう嬉しいです。とても嬉しいです。食べ物だから嬉しいってわけじゃなくて、やっぱりこう、まあ、もちろんね何もなくてももちろん来ていただけるだけでも嬉しかったり、コメントをいただけるだけでも嬉しいんですけど、まあ、こうして差し入れとかよくコンサートの時とかいただいたりとかもするんですけど、まあ、とても嬉しいです。で、まあ、全てこういうものってこう自分の家のどこかに飾ってあったりとか、何かする時に食べたりとかしてます。本当にありがとうございます。またこれからきっといろんなイベントシーズンで皆さんのお住まいの近くに行くこともあるかと思います。もしまたタイミング合う時がありましたら、ぜひ天満橋オルガンやキルト音楽、ぜひ生演奏の演奏など聞きに来ていただけると嬉しいです。では今回のサブチャンネルの動画は以上になります。またいろんなジャンルを扱っていきたいと思いますので、ぜひ気になった方はチャンネル登録して追いかけていただけると嬉しいです。コメントなどもいただけるとより嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。